こんにちは、フォレストネットの島抜きです。今回もフォレストネットの人気コンテンツを紹介していきたいと思います。今回のテーマは楽しく使えるレクリエーション。ご紹介するコンテンツはこちら。それでは早速ご紹介していきましょう。一つ目はバスケットボール、はじめのルール。バスケットボールクラブの担当になったけれど、感染予防のために今まで通りの活動ができない。そんな今の状況に合わせた配慮をご紹介します。最大の配慮はやはり、相手との接触をなるべくなくすこと。具体的に見ていきましょう。一つ目のポイントは、学年別の対戦をすること。普段のクラブ活動では、学年間の交流も醍醐味の一つです。しかし、現状では、異学年間の交流も避ける学校も少なくありません。そこで、学年別の対戦とすることで、異なる学年の子ども同士の接触を避けるようにしています。そして、二つ目のポイントは、試合中の接触を制限すること。普段のバスケットボールでは、ディフェンスなどの接触はつきものです。そこで、ディフェンスは禁止、ドリブルで抜くことの禁止、パスカットのみか、ジャンプボールの代わりにじゃんけんなど、接触場面を可能な限り減らす工夫をした新たなルールを設けたそうです。新たなルールとともに、互いに認め合うプレーをするといった試合の心構えについても子どもたちに共有することで楽しく活動ができるような工夫が盛り込まれています。試合の進め方や人数、さらに具体的なルールについても掲載されていますので、詳しくはコンテンツをご覧ください。続いてのコンテンツは、隙間時間でできる簡単レク5選。学級経営の中で魔の11月とも呼ばれるこの時期、学級が荒れやすい時期だからこそ、静と動の時間づくりがポイントになるそうです。きちんとする静の時間と、楽しいクラスだと感じる動の時間のうち、こちらのコンテンツでは、動の時間づくりに使える簡単定番レクを5つご紹介しています。1つ目は、後出しじゃんけん。先生対学級の子供のじゃんけんをします。子供たちには、必ず勝つ、必ず負ける、必ずあいこの条件をつけて後出しをさせます。テンポよくやっていくと、より盛り上がるようですよ。二つ目は、セブンじゃんけん。じゃんけんといっても、普段のグーチョキパーのじゃんけんではありません。指で1から5のどれかを出します。ペアの友達の指と合わせて7になったら成功。二人で協力する楽しさを感じられるゲームです。三つ目は、何秒ぴったりゲーム。先生が10秒など任意の秒数を決めます。子供たちには心の中で秒数を数えさせて、その秒数になったら立つように伝えます。一番近いタイミングで立った人の勝ちというルールです。子供たちのワクワクに反して、教室が静かになるのが楽しいゲームです。四つ目は、指キャッチゲーム。全員で大きな円になり、右手はパーにして手のひらを上、左手は人差し指1本を出します。人差し指を隣の友達の手のひらにつけスタンバイ。先生のキャッチという掛け声を合図に、右手で隣の友達の指を捕まえつつ、左手は捕まらないように上に逃げます。掛け声にキャットなどの引っ掛けを混ぜても楽しめるレクです。そして最後は、前後左右。先生の前、後ろ、左、右の合図に合わせて、子供たちは前後左右へとジャンプをします。一見簡単ですが、先生に合わせて動く以外に、先生とは逆の動きをする
ジャンプする向きと口で言う方向を逆にするといったルールのアレンジをすることでより楽しくなります。どのレクも子どもたちがもっとやりたいと感じている時が楽しさを感じる上手なやめ時のようです。現在の状況の中で取り組めそうなものをぜひ取り入れてみてください。いかがだったでしょうか。今回ご紹介したコンテンツの詳細は概要欄にも掲載しておりますので、今回の動画と合わせてぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価も合わせてよろしくお願いいたします。それでは次回のフォレストネットでお会いしましょう。